岸田総理大臣は経済安全保障に関する機密情報を扱う人を認定するセキュリティクリアランス制度の法案の国会提出に向け準備を加速するよう指示をしました。セキュリティクリアランス制度に関する新法案を早急に取りまとめ、与党との調整を進め、今通常国会への提出に向け準備を加速してください。岸田総理は安全保障の概念が経済技術分野にも拡大していると指摘し、セキュリティクリアランス制度の整備を通じて情報保全のさらなる強化を図る必要があると強調しました。また去年の名古屋港へのサイバー攻撃を受け、経済安全保障推進法上の基幹インフラに一般公安運送事業を追加する改正案を早急に取りまとめるよう合わせて指示しました。